11年式7センチメートル半野戦行射砲は1922年に正式制定された日本陸軍が最初に量産した後射砲である。11年式73半野戦行射砲とも言う。第一次世界大戦の沈騰においての経験、また急速に発達しつつある航空機に対抗するために1920年に設計が開始され、 実用試験などの過程を経て1922年に正式化された。完成を急ぐため設計の手間を省き、可能な限り38式野砲との共用を図った。野戦型は、砲列縁鉄収とも、交渉5分以内で可能と言われ、4トン自動貨車で、牽引して起動する。野戦型の他に、固定砲床に据え付ける陣地型、要塞砲として、大地、 対艦戦闘にも参加できる洋服革を取れる洋裁化農法型など数種類の派生型がある。基本的な構造は14年式10センチメートル高射砲にも引き継がれた。すでに正式制定の時点で性能的に時代遅れになっており、1928年までに44門が生産されたに過ぎない。すべて合わせてもわずかに10個中体を満たすだけの数である。 ただ、射撃性能こそ低かったが、校射法として必要な機能や周辺機器類は一通り揃っており、早々期の対空射撃戦術の研究運用には役立った。88式7センチメートルや先行射法が登場すると急速にとって変わられていき、太平洋戦争時には一部の要塞備法として残っていた以外はすべて引退していた。 本度決戦準備に際して一線復帰したものもあると見られるが、詳細は不明。1933年の臨時走行列車の手法として搭載された。ありがとうございます。